はい、皆さんこんにちは、ゆうりです。本日もご視聴ありがとうございます。はい、久しぶりにですね、イメチェンをしてまいりました。たったった、どこが変わったって。はい、スーパーロングにスーパーロングつけましたでですね、髪の毛の色はグレージュです。これちなみにセルフで染めました。結構よくていい感じに染まってくれてて、シールと編み込み両方やりました。なのでちょっと色がね、メッシュっぽく入ってるんですけど、まあ、こうちょっと研ぐと結構グレージュっぽく馴染んでくれます。私が昔からずっと通っているお店があって、それがエクステ市場というところにいつも行っています。で、今回はテープですね、上の方をテープにして、で、このここ短い毛が出てこないように編み込みにしています。60本と、シールが 30本かなつけました。なので合計90本ですね、約100本ぐらいついています。なので全部こうした時も短い毛が今ね、ちょっとつけたてなんです。今日つけてきたので、これからどんどん馴染んでくると思います。で、本当に軽い。何よりここのエクステめっちゃ軽くて、よくなんかさ、こうつけた時ここにめっちゃ重み感じるじゃないですか。あれがない。昔は編み込みだけやったんですけど、それでもやっぱり軽かったし、こう水に濡らしても重さがこうドンってこうへん感じがエクステ市場のいいところです。イーゼプリティア泡カラーってやつです。プリキュアみたいな、これのグレージュカラーですね。アッシュのカラーを入れました。なのでなんていうのかな、すごいそのまま綺麗に色が入ってくれました。でもそのまま色がね、綺麗に入ってくれる感じです。ただまあ、私自体が結構今まで金髪が続いてるから、全体的にアッシュっぽくなりやすいっていうのはあるんですけど、もし本当にちょっともう少しグレーっぽくしたいな、アッシュっぽくしたいなって言われても、一回ちょっとブリーチしてみるのもいいかもしれないです。それかもう元の髪の毛を少しずつでもいいから明るくしていくとかしてからの方が映えるかもしれないですね。一応なんか黒髪用ヘアカラーって書いてるけど、どんなんやろ、どんなんやろ、なんかよくわからへんけど、これ使ったら結構いい色になりました。後ろはこんな感じですね。ちょっと先くくってたからピンって跳ねちゃってるんですけど、結構長いですね。上の方ゆるくくくってもこんな感じですね。下ろすとお尻、腰のところぐらいまでいきます。ちょっと見えにくいかな、いけてるかな、ちょっと黒やから分かりにくいかまたインスタとかツイッターに上げる予定なので、そちらも見てみてください。またインスタとかツイッターに上げる予定なのでそちらも見てみてください。はい、こんな感じです。ですね、今日はユーフェスです。はい、ということなので、ユーフェス盛り上がるイベントなんですけども、その分ですね、やっぱり汗をかいてしまったりするので、水分、塩分、糖分はしっかり取るようにしてイベント楽しんでください。前回の動画はこちらに貼っておきますので、ぜひご覧になってみてください。ケイトのね、ケイトの動画あれね、もうめっちゃいいから見てほしい、ぜひ。それではまた皆さんお会いしましょう。バーイ。